海外に留学しているような環境で英語を学べる都の学習施設、東京都英語村で9月のオープンに先駆け、プログラムの体験会が行われました。東京グローバルゲートウェイ、通称東京都英語村は小学生から高校生に実践的な英語を身につけてもらおうと、都の教育委員会が教育関連企業と共同で作った施設で来月6日にオープンします。 施設にはホテルやファーストフード店などのブースがあり海外の街並みが再現されましたプログラムに参加するとイラストや文字で自分の課題が書かれたカードが配られますブースでは英語のみを使ってこの課題に挑みます May I have a hot dog and french fry?、Okay. What size of hot dog would you like?、Uh, small one, please r i What's what do you like on your hot dog?、Uh, ketchup, no mustard、mm hmm. Please, okay. 自分の英語力に合わせて初級、中級、上級に分けられた課題のカードを選んでレッスンを進めます。海外での日常生活を想定して外国人スタッフと英語で会話ができるため海外旅行や留学の際に必要となる英語力を身につけられると期待されています。 都によりますと今年度はすでにおよそ370の学校が予約を済ませたということです。